通知表の所見は、学校等が、幼児、児童、生徒の教科の成績や、日常生活の記録などをまとめ、行動の記録や様子などを、生徒等本人及びその保護者へ文章で通知するために、担任教師によって作成される。通知表には、教科の成績や、生活の記録のほか、行動の記録や様子などが所見として、所見欄に文章として記述される。 これらは担任教師によって作成され、通常4から5行程度で記述されるのだが、学期末の成績処理とともに、クラス全員の初見を作成し、初見欄に書き込むのは、精神的にも厳しい作業ともされる。さらに実態上、個々の生徒との人格的接触がほとんどなく、教師自ら個人的思考を有するため、根拠に乏しい漠然たる印象で人格を、寸評。 断定することにもなりがちである。過去には、初見欄へは、長所と短所の双方について記述されていたが、1991年に、初見については、個性を活かす教育に役立てる観点から、児童、生徒の長所を取り上げることが基本となるようにしたことが、改善方針として、文部省より、各都道府県教育委員会に通知された。それ以降、初見欄では、良い行動や、 様子だけを記述することになった。そのため、通知表の所見欄を充実させる文例集が続々と出版され、また、諦めが悪い、粘り強い、集中力がある、騙されやすい、純粋な、素直なといった、好ましくない性格用語の書き換え一覧が登場した。また、2002年度からは、総合的な学習の時間についての所見も記述されるようになった。 旧来の初見の例このような思いつくまま生徒の欠点を羅列するような初見が以前は多かった。ありがとうございます。